同新聞、2018年4月号阿弥陀教に聞く第2回「浄土三部教」「仏説阿弥陀教は仏説無料儒教」「大教」「閉じ」「仏説間無料儒教」「寛行」「閉じ」 と合わせて、浄土三部教と呼ばれます。浄土三部教という呼称は、新蘭聖人の詩である法念聖人が、戦略集の中で述べられたのが最初です。この三つの経典がまさしく、王城浄土を明らかにする教えであることを示されたのです。 法然上人はあらゆる経典を一堂に集めた一切経を5回通読したと伝えられるほど経典を読み抜かれた方です。6,000部近くある一切経を43歳になるまで読み続けたのです。それは自分が本当に救われてゆく道を求め続けたからでした。 その中で法然上人は禅道大師の言葉を通して阿弥陀仏の浄土を説く教えこそが誰もが迷いを超えることのできる教えだと確信したのです。はじめから3つの経典がセットになってまとまっているならば注目するのは容易かもしれません。しかし膨大な経典の中から この三つを取り上げてよるべき経典であると示すことは簡単ではありませんそれは釈尊が教えを説かれた意図すなわち物意を尋ねていくお仕事でしたですから他の経典と比べてこちらの方が良いと決めるような話ではないのですそれならば 経典を品定めすることに他なりません「迷っている人間が悟った仏の説法を評価するなど越見行為も甚だしいと言わなければなりません」「釈尊が涅槃に入られる時に説かれたものに「義によりて語によらざれ」という教えがあります。 説法は主として言葉によってなされますが説いた言葉にとらわれてはならないことを戒めています大切なのはその言葉が何を伝えようとしているかという言葉の意味するところによらなければならないということですまた釈尊が言ったことだけを仏説と考えるならば 釈尊が言ってない事柄はどうでもよいともなりかねません。さまざまに説かれた教えを貫いている願いは何か。異なって見える解き方を釈尊はなぜしなければならなかったのか。その物意を尋ねることによって浄土三部教が取り出されてこの教えを聞くことが 私たちに勧められているのです浄土三部教という言葉自体は法然承人が最初ですが早くにはどんらん大師が天神菩薩の浄土論を注釈するにあたりこの三行に注意していますどんらん大師は天神菩薩がよりどころとした無量儒教が 王舎上の義者屈線で説かれた大経と漢経に加えて、社会国の義手ぎっ子独音で説かれた阿弥陀経を指していることを明示しているのです。ここには、三つの経典がバラバラに存在するものではなく、一つの課題に貫かれていることへの着眼があります。 このような先達の受け止めを踏まえて、新蘭商人は正真下において、如来諸位高出世、唯説三田本願会と歌われたのです。如来世に降出したまうゆえは、ただ三田本願会を渡かとなり、と読みますが、釈尊がこの世にお出ましになった理由は、 御田の本願を説くことだけにあったと言い切られています経典によって語られていることは違っていてもその願いは御田の本願を説く一点にあるというのですそれは御田の本願によってどんなものも漏れることなく迷いを超える道が開かれていることがはっきりしたからです それゆえ「御田の本願」という言葉が直接に出ていない経典であっても御田の本願に導く意図が流れていると見たわけです。他に例のない読み取りです。この意味で親鸞聖人にとって浄土三部教はたくさんある経典の中の3つということにとどまりません。 ありとあらゆる経典を貫く願いが説かれている経典と見ておられるのです阿弥陀経を読む際にはこの親鸞上人の視点を大事にしなければなりませんまた大経、官行との関わりにも注意していく必要があります 2> 第2回終わり